こんにちは、MZ です。最初に注意、私が肉声で喋りますため、お前の声キモいんじゃという方はブラウザバックをお願いします。今回の動画では、先日新規実装された英傑2人アンブローズとアージェのお話をします。ここで扱うのは英傑召喚さんのブラックじゃなくて、英傑の塔の交換所でゲットできるプラチナのこととして進行します。2人もいっぺんに追加されたのは嬉しい一方、毎月限界まで英傑用の技精霊や絆精霊取ってると、こういう時に英傑結晶が足りないよなんてこともありそうですよね。そうした際にどちらを優先すべきかといった話から両者の性能について突っ込んでいこうと思います。でも最初に申し上げておきます。私がどちらか一方しか取れないっていう状況でおすすめするのはアンブローズです。なぜアンブローズを勧めるのかっていうことについては今後、突っ込んでいくので、よろしければお付き合いください。というわけで先に進みます。どっちが強いのと言われると、どちらも強いです。両者ともかなり効果力出せます。攻撃属性でいうと、アンブローズは防御無視、魔法、アージェは防御魔法耐性無視、貫通攻撃が可能になります。まずアンブローズから見てみます。新クラス転生魔導士は、本人は単体防御無視攻撃を行い、トークンを刺激します。このトークンはストック多めで、覚醒スキルで増やすこともできますが、大抵増やさなくても足りるっぽいよ。で、トークンは配置したら勝手に攻撃してくれるわけではなく、アンブローズのスキルで起爆消費するボムタイプ、マインのトークンに近いですね。トークンの攻撃力がレベル90で7727、およそ射程300ぐらいで射程内の敵を同時に攻撃します。このトークンの攻撃も防御無視属性、さらに時間停止効果がついてます。 4,5 秒かな。あとトークンは隠密付きで敵の攻撃対象になりません。半影巻き込みやデモンサモナーみたいな DOT は食らっちゃうかな。トークン3体まで同時に配置できるので、密集配置できる場所なら容易に2万オーバーの火力が出せるわけです。噛みました。さらにいいことに、このトークンコストをゼロで出せるんですね。本人のコストも10代前半と加減で10です。大変軽く英傑の塔でお役立ちです。どういう場面に刺さるかっていうと、範囲攻撃で集団殲滅、あと待機中の強敵へ遠くから攻撃、継続的な火力を出せない代わりにごっつい強いです。あとアンブローズ本人の攻撃力もまあまあ強い。トークンで霞んでしまうし、射程短いのはご愛嬌ですけれども、所持効果は遠距離ユニットの魔法耐性プラス3、どうでしょう。ではそろそろアージェの方へ行きます。私彼女の右側後方に控えてるフィン・ファンデルみたいなものがすごく気になります。アージェは新クラス古代魔導騎兵、ニブロの傀儡使いみたいな感じ。ただしこちらは攻撃しない間ヒットポイント回復じゃなく、攻撃力がどんどん上がっていきます。どんどん守り硬いけど回復手段ないから運用に気をつけないといけません。で、攻撃力が 700% まで上がります。攻撃すると下がります。しかもこの最大7倍まで強まった攻撃力へ普通にスキル倍率がかかります。なので普通にスキルで
貫通1万以上の火力というとんでもない強さを発揮できます。で、ここが極めて重要なポイントですが、通常スキルは単体攻撃、覚醒スキルは5体まで同時攻撃になります。タフくて耐性高くて複数やってくる敵、ちょっと覚えがありますね。そういうのにぶつけたいところです。アージェはアンブロスと違って待機してくれない敵に対して効果的です。ただ射程の問題があります。スキル射程が240、これを超えて物理以外の攻撃、あるいはクソ強い物理が飛んでくるとちょっと心もとない。そういう時は飛来神を立ててあげましょう。あと、回復できないユニット共通の問題として、継続ダメージのあるマップでの運用は厳しいです。猛毒ですとか、デリケートな子ですから、くどいようですが繊細に丁寧に扱ってあげましょう。と、まあ新鋭傑2人見てきました。共通点として、とてつもない火力を出せる、あのバフとかなしで、これはどういうことかっていうと、割合バフの効果がとんでもなく高いってことになります。攻撃力が何パーセント上昇、一点何倍上昇ですとか、王子バフもそうですね。二人の能力について触れたし、なぜ私がアンブローズをおすすめするかについてお話しします。これは汎用性と活躍できる舞台の広さゆえんです。まあほとんど意味一緒ですけど、アンブローズの強さをまとめるとこんな感じ。一方、弱点がないでもない。通常スキルが15秒持続、最使用まで25秒、 CT40% 短縮して30秒。この隙間時間をどうしのぐかが彼女を使用する、まあ、運用する際のポイントです。近接枠云々については、極端に近接枠の少ないミッションには出せないぐらいですかね。マップによるけど、トークンで広くフィールドを支配できる、ある意味ソラスより広い、それがアンブローズ最大の長所ではないかと思います。ではアージェはどうか。誤解を招かぬよう申しておきますと、私の好みはキャラの好みでなら、どっちかっつうとアージェの方。そのアージェの長所を見てみましょう。アンブローズのトークンではやられてくれない相手でもゴリゴリ倒してくれる、ズバ抜けた破壊力があります。時間経過で攻撃力が上がりさえすれば、近接の敵から攻撃される前にワンパン連動してノーダメージで済むこともしばしば。いくらでも遠くの敵をやれるアンブローズに対し、中距離のアージェという感じ。集団にも対応可能で、ある程度の物理被弾なら耐えてくれる。耐久にとにかく気をつけないとダメね。あとスキルが通常と覚醒で全然違くて、スキル上げ失敗すると悲しいです。アンブローズの覚醒スキルは優先度低いから、ユニット両方取れたらスキル上げはアージを優先しましょう。今回は以上になります。まあ結論として大事なのが、英傑2人どちらかしか取れないならアンブローズかな。まあ好みですけどね。あの手持ちの戦力で何が足りないのかっていうのにもよりますけど、まあうちはアンブローズをします。で、両方取れるんであれば、スキル上げはアージェの方を最優先で上げる。この2点だけ押さえておけば、まあまあ大丈夫かなと思います。あとはもう各々の使い方次第ですね。
うまく使ってあげましょう。以上です。